骨髄の概要、ノーマブラストウィズリバイディングニュークリアスイコール、細胞分裂中の赤画球、EN、メイロウサイト、イコール骨髄球、EN、リスロスイトイコール赤血球、メイロプラックス、EN、ファットイコール脂肪、イアシナフィルセルイコール EN、イアシナフィルグラミアロサイト、イコール抗酸球、EN、ノーマブラスト、イコール赤画球、メイロサイトディバイディング、 イコール骨髄球細胞分裂骨髄は骨の中に存在するやわら組織である骨髄には大きく分けて2種類の細胞がある血液の細胞とそれを支持する間質細胞である骨髄間質細胞は骨髄中に存在し骨髄戦士で容易に採取でき増血を支持する細胞として知られ肝陽系の細胞と同じ形をしており骨髄の中で 細毛構造をとっている。骨髄は血液に富み、あらゆる血球系細胞に分化できる増血幹細胞が存在する。マウスにおいては1個の増血幹細胞を移植することによって、すべての増血系細胞を再構成させることができることが証明されており、人においても骨髄移植は、白血病など増血系の疾患の根治的治療として有効である場合がある。 増血機能を営んでいる骨髄は赤色を呈するため赤色骨髄増血機能を失い死亡化している骨髄は黄色を呈するために黄色骨髄と呼ばれる増血を行う赤色骨髄は幼児期は全身の骨に存在するが加齢とともに死士の骨の増血機能は失われ黄色骨髄に置き換わる25歳を過ぎた成人では体育の骨に ほとんどの赤色骨髄が存在する。特に腸骨と胸骨に大量の赤色骨髄が存在する。ラーメン等では柄としてよく煮込みスープのベースとする。モールとしてフランス料理ではスープやソースに用いるほか、大体骨などを切りオーブンで焼いてプディングのようにすくって食べる。ハイエナなどの不肉食動物にとって骨髄は貴重な栄養源となる。かつて古代人類も 肉食動物の食べ残した骨髄をすすって食べていたと推定され、そのためには腸管骨の高組織を破壊する必要があったことから、これが人間の進化と関係があったとする説がある。ありがとうございます。